チャオ、こんにちは、レッドストーン小屋返しです。いやー、今日はですね、見てくださいよ、マシーンないんですよ。マシーンないです。今日はたまに、まあ、コメントでとか、まあ、お店に来た人に言われるんですけど、いやいや電気使わんとラテアートできひんのみたいな、まあ、そんな時にもうほんまめちゃめちゃいいタイミングでこういうのを送られてきました、視聴者の方から。これ何かって言ったら、クレマが出るマキネッタらしいんですよ。これクレミューってやつなんですけど、これ送られてきて、いやいや、クレマ出るんやったらラテアートできんじゃねっていう、このノリで、これ電気使わずに、じゃあ何でラテアートするかって、これよ、これこれ、ナノフォーマ、いや、この2つでラテアートできる最強じゃない。っていうことでですね、今日はね、このね、マキネッタクレミューと、この電気使わずに、このね、ナノフォーマ、これ電動車、電動ボタン押したらできるやつね、この2つを使ってね、ラテアートやっていきます。お願いします。はい、じゃあね、今日はね、このマキネッタ使っちゃいますよ。これほんまクレマ出るらしい、こいつ。これなんかね、中にね、あの弁が入ってるらしいんですよ、ちっちゃい、こういう、これ今もうこの辺、この辺か分からへんけど、写真ぴょっとちょっと上げてるんですけど、この弁がなんかこのクレマを出す役割をしてくれるらしいんで、いやいや、クレマ出るんやったら、じゃあロテオとやったんねんっていう、ほんまにこのノリでやったんねんって感じですよ。ただできるかどうか僕も知らないです。でもやっぱりそんな時にはこのね、ナノフォーマー、こいつを使ってやっていきたいですけど、これはね、あのやり方結構、まあ前の動画で上げてるんですけどね、今日はね、これのね、まあやり方も一緒にやっていこうかなと思います。早速じゃあこの2つでやっていきます。まずはじゃあこのね、クレミュー、クレミューっていうらしいですよ、これ。マキネッタでちょっと入れていきたいと思います。まあ出るんかこれ。なんかでもすごいですね、うん、このなんて言ったら全然変わんないですよ。ここの中開けたら弁が入ってるんですけど、うんうん、もう一緒っすね。確かに全然一緒、見た目は一緒っすね。一緒一緒、オッケーです。じゃあまあまあ今日もまあ毎度おなじみのこのイタリアンブレンド、やっぱクレマ出すんやから、やっぱりロブが入ってるね、豆じゃないともう抜群にクレマ出していきたいんで、あ、ロブ入りの、イタリアンブレンド使ってやっていきます。じゃあ行きましょう。やっぱイタリアンブレンドで家で入れてもやっぱりちょっとこう濃厚さはある。絶対使わんとこれ。OK です。じゃあ豆入れたら豆引いていきます。じゃあちょっと引いていきます。あ、めっちゃいい匂いするわ。 16g のね、豆をね入れていきます。はい、おっと、その前にお水入れるの忘れた。僕はね、マキネッタこのでっかいやつをね、お水ね、100ぐらい入れますね、いつも。ほう、だいたい100ぐらい入れて、で、まあ豆をね、16グラムぐらい入れていきますよ。あ、香りがやばいな、むっちゃええな。じゃあ、まあこういうね、もりもり入れてもらって、ちょっとトントンとしてもらって、はい、まあ、タンピングする方もいるんですけど、まあ、僕はもうね、こういうのって手軽でやりたいんで、あの手タンピングでいきますよ。お、出た、手タンで、手タンでいく、手タンで。じゃあもうこういうね、整うんで、整う、整う、綺麗ですよ。はい、で、ここしっかり締めてください、グッと。ほんまに出るんか、これ。いくぞ。じゃあ中火で火にかけていきます。いきます。はい、ちょっと測っていきますか。まあ大体3分ぐらいだと思うんですけどね、はい、2分15でちょっと音鳴り始めましたね。ほんまに出んの。出てほしいな。いやでも出るようにできてる。え、なんなんですかこれは。お店が作ってる、どっかのメーカーが作ってるとかじゃないですか。海外の人が作ってるみたいですけど、で、まあまあマキネッタのクレマが出るバージョンっていうのを
まあ、日本の方がまあ輸入してそれをまあ売ってるみたいなんですけど、ちょっとまあまあそのね紹介してほしいっていう感じで送ってきてくれたんで。あ、案件ですか。いや案件っていう言い方でちょっと、あー来たー。まあまあ出るやん。うわすごいな。でも音もすごいですね。もう出てきたらすぐ切った方がいいですよ。結構出ない。すげえ。めっちゃ標準語になってもら出ないとかやって、すごいな。結構出るやん。いきますよ、ちょっと映しますわ。おお。バリバリ出るやん。すごない？すごいな、見て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 。おお。これすごいな。えぐい。欲しい。これすごいな。もう欲しい。すげえ。めっちゃうまそうやん、これ。え？これ、え？デロンギ並みにクレーマ出てんじゃん、これ。よだれ出そう。ビビったな、今。うん。こんな出る。いや、でもこんだけ出たら、ええな。うん。まあちょっとじゃあ、まあまあ今日はこれ、あの、エスプレッソで楽しみやったらこのまま飲んでもらっても全然 OK。そうですね、気になるところ、味もあるかもしれないですね。え、じゃあちょっと、どうする？さっ、ちょっと飲む？ちょっとまあ一口飲んでもらって感想をちょっともらってからラテアートしてもらうってもうよくない？もう一回入れようか。じゃあ、え、でもどんな味なんかちょっと気になりますね。エスプレッソ単体で。わ、じゃあおまけの部分で普通のエスプレッソになります。あ、それしましょう。おまけの部分で最後のところでエスプレッソだけを飲んでちょっと味見ます。今日はちょっとラテアートやりたいんで。はい。こんなにクレーム出たらもういい。すごいな。今ちょっと分かりやすいんでこっちに移しましたけど、はい、そのままこっちに移したらもっとクレーム残ると思うんで。確かに。いいね。よっ、3分ぐらい出ましたね、しかも。うん。おお。すごいな。うん。結構すごいな。ガチですごい。の。ちょっとテンション上がりましたね。テンション上がった。次、皆さん、あの方が気になると思うんですよ。まずはこれね、直接もうここに行っちゃいますよ。はい。あのミルクはちゃんと測った方がいいですね。大体170ぐらい使った方がやりやすくなります。ミルクは170使っていきます。じゃあ火にかけていきます。で、まあ、このまま火にかけていくんですけど、もうここは絶対いる温度計。あの多分ナノフォーマーでやる方、あのこの温度結構大事になってくるんで、63度になったらパッて取ってすぐやり方でいくんで見といてください。はい。じゃあ火かけます。で、僕これ何回かやったんですよ。あのそのままやったらこう手熱くないからちょっとずらした方がいいですね。あ、なるほど、うん、ほんならそのままこうピッて持てるからちょっとずらした方がいい。いいんすね。ピッチャー火にかけてもいけるんですね。そう、いけるみたい。でもやっぱ気になる人はいけると思うんで、ピッチャー何個か余分にある人はこういうやり方でもいいと思います。僕はもうアホほどピッチャー持ってるんでこのやり方やりますけど、このままずっと掘ってたらなんかあの膜張ってくるんで、ちょっと回しながらやった方がいいです。いや、しかしこれすごかったね、さっきのね、膜。うん。このこれのさっき僕がやったレシピ載せときます。ただ結構豆は重要になるんじゃないかなと思いましたね。あの引き立てで、なおかつクレマが出やすい豆を選んでもらうのが一番いいと思います。確かに、でも豆は大事っすよね。大事よ。でも結局まあクレマはこう待ってられなくなっちゃうんですけどね。初めにあんだけ出たらやっぱできると思います。うん。いつもこれ言ってますけどね、家庭の時でも。このやり方はほんまいいと思うよ。ほんまにパッパってできるから温度保ちやすい。確かに。だいたいまあ63ぐらいで引いてやっていきます。やっぱ楽しいな、こういう実験。理科の実験やってるみたいなもんな。じゃあ好きやわ、こんな。マシーン使わなくてもできる。魅力的よ。あ、いいよ、63なりましたね。はい、見える？はい。はい、じゃあちょっともう引きます、この。こっからが勝負っすね。そうです。こっからナノフォーマー持ってる方用意してください。使い方説明していきます。まずはペン持ちで、ちょっと早口でいきますけど、ペン持ちしてください。はい。で、まず中心ちょっとここが見えるぐらいで10秒間キープします。いきます。1、2、3。で、ここで大きな泡作っちゃってください。はい、じゃあこのまま一回ちょっと止めます。で、よーそーっと右斜め下持ってください。で、ここで、はい、また突っ込みながら壁に当てないように右斜め下で
30秒ほどいきますね。ここ30秒ほどいってください。すんません、数えてないっす。何秒ぐらい今、今で15ぐらい。じゃあ16、17、18、19、20、ここで表面出さないようにしてください。23、24、25、26、27、あんま表面出さないようにしてくださいね。ほんならだんだんツヤ出てくるんで、このツヤが出てきたところで、はい、ストップします。はい、めっちゃ綺麗よ。うん、すごいね、ナノフォーマ。どうすか、いい感じだと思いますよ。はい、じゃあもういきますよ。このプレミアムマキネッタで入れたのと、ナノフォーマで作ったミルクでいきます。はい、おお、おー、まあ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 、もうちょい練習必要やね、これ。はあ、でもいいんじゃないですか。まあまあまあ、まあ、でもこれいけますね。僕的にはまあいいんじゃないかなって。もうちょい練習したいな、うん、でももうちょい練習したらもうちょいできると思うけど、うん、でも考えてください。マキネッタなんで、今日マキネッタで入れれてるっていうのが魅力的じゃないですか。確かに、あんまウイングとかやっぱ入れにくいですけど、うん、でもいいと思うよ、こんだけ入れたら。で、十分でしょ。しかもうまそうやし、めっちゃええやん。味がめっちゃ気になるわ。味っしょ、ほんまに。最後は味っしょ。うん、いやでもここまではできるってことですよね。はい、のいいいい、全然いい。面白い。もうちょっと気持ちフォーム入れてもよかったですかね、最初の10秒15ぐらいでも多分できますね。最初大きい泡入れた時、はい。いやー、いいね、この2つでこんだけできるんで。じゃあちょっと飲んでいいですか。お願いします。いただきます。味っしょだよ、まあ、やっぱり。うんうんうん、おいしい。めっちゃおいしい。これ家でこれ出てきたらめっちゃいいと思うわ。うん、うわー、いいな。うちのイタリアンブレンドの良さ出てる。ああ。でもやっぱりイタリアンブレンドやから、いけた気もする。やっぱりしっかりクレマが出るような豆でやった方が絶対いいと思いますね、これ、うん、美味しいです。いや、面白かった。いや、エスプレッソの味もちょっとやっぱ気になりますね。エスプレッソの味はちょっとおまけの部分でちょっとやりましょうか。うん、エスプレッソはちょっと後でやりますわ。まあね、このマキネッタクレミュー、これ概要欄に載せとくんで、ぜひ皆さん一回リングで飛んでみて見てください。なかなかいいです。面白かった。レシピ焼きも結構大事だと思いましたけど、はい、っていう感じですね。皆さん、この、マキネッタ、まあ、クレミューとナノフォーマー、このやり方使ってね、一回ね試してみて、挑戦してみてください。はい、ということで今日もありがとうございます。じゃああれやな、おまけの部分いつもちっちゃいけど、ちょっと大きめにそのまんまの画伯でいこうか。お、いいっすね。そのまま続けて、なんかあれもな、ラテアートだけやったらちょっと物足らんっていう、自分で感じた、物足らんって感じた。あのクレマこんな出ると思ってなかったから、うん、そのままあれはエスプレッソ飲みたかった、だから今入れてます。あれは赤いさ、欲しな、欲するでしょ。いや、欲しくなったな。エスプレッソ飲んだれって一瞬思ったもん。あかんあかんってなって、変わってくるって。そう、いや、どうせめっちゃ良いって、え、飲みてーってなったもんな。ラテアート、え、エスプレッソこんなクレマ出たやつだ、お砂糖入れてのっけて飲みてーってなったもん、ほんまに。あの時だから今入れてます。はい、すみません。じゃあ今日の企画は2パターンあるってことですね。2パターン、だからまあ、はい、じゃあね、今日はね、このマキネッタクレミューでエスプレッソを美味しいの入れていきたいと思います。そうなんですよ、これクレマ出るみたいな。やってる勝手に全部つなげていこうかな。やってるやん。めっちゃ長い動画なんで、ほんまに。なんかクラファンやるみたいなこと言ってたんやけどね。へえ、すいません、全然調べてないです。とりあえずエスプレッソ出るんかっていうことだけしか頭ないんで。あ、見て来たおお、すごいな。なんか音もすごいですね。めっちゃうまそうやん。もうこんだけ出たら聞きますよ。いきますぜ。
うわすごいなこれ。これよこれ。うわエグさやばいな。じゃあショータイム。おいまあ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 いいじゃない。おまけでしたよこれは。いいじゃない。いつみたいにトロッともなれへんかったけど、トロみたいなやったけど、いいじゃん。でもあれちょっと乗っただけでもうまそう、うまそう。いやでもめっちゃ酸素綺麗な酸素もしたし、ラテアートやってる時よりも興奮してる。間違いないです。あんな、もうええか。いただきます。はい。うめえうめえぞこれ。絶対美味しいし、うまい。あのエスプレッソマシン、業務のエスプレッソマシンよりかはやっぱりあっさりしますけど、飲みやすいエスプレッソですね。へー。でもあのあんだけちょっとクレマ残ってたんで、そのクレマを少し残りつつ飲める、あっさり。はいはいはい。むっちゃええやんこれ。うまっ。これ朝飲めたらめっちゃええじゃん。うん、いいね。うまい。うん、いいわ。すごく良かった。すいません、あのだいぶ企画こっちの方がメインになってきてるけど、うん、まあいいか。企画そのいいっしょ。ごめんなさい、エスプレッソ好きすぎてこうなっちゃって。いやでもどっちも見れてるし、視聴者さん多分嬉し喜んでると思いますよ。そう言うてくれたら俺も嬉しいやん。すいません、勝手に言ってるだけやけど、これに関してはすいません皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。この、マキネッタクレミュークレミュークレミューね、クレミューっていうのもね、あのリンクに貼り付けておくんで、ぜひあの見てみてください。はい、はい、じゃあいつもありがとうございます。じゃあ、じゃあ何回すんねん。じゃあめっちゃ良かったん。うん、めっちゃいい。なあ、だいぶこれはテンション上がるやつやわ。あ、めちゃくちゃうまかったもん。うん、飲みたい飲みたい飲み。あ、全部いってるやん。ごめん欲しかったこれあげるわ。はい、ライトアップしてありがとうございます。